クルー全員に連絡します。こちらはチャチャバル船長ティータビュー越谷。来た来た、いつもの船内放送だ。ブラボー、俺この日を待ち焦がれてたんだ。本日天気晴朗なれど波やや高し、今日も元気だ、ご飯がうまい。というわけで本日29日は月に一度のお楽しみ、29日は肉の日。笑いにギャグはいいから早く本題に入れ。そう、今日はみんなが待ちに待ってた給料日だよ。よっしゃー、みんなときめいてるかい。ひえー、じゃあいつも通り一人ずつ船長室までお給料を取りに来てね。以上、連絡終わり。よっしゃ、行くぜ船長室。どりゃそうはいかないぜ、ニコル。一番は俺様で。ロジャー、わしはお前の上司だぞ。後ろに回らんか。それはないしょ、親さん。いくら上司だからってこればっかりは許せないぜ。なんじゃと、おめえいつからわしに口答えできるほど偉くなったんじゃ。おっさん、なんだよバルボア、いきなり。やだね。何が何がって、みんな虚しいとは思わないかい。だから何や。決まってるだろう、毎月毎月給料日になるとこの騒ぎだ。大の大人のやることじゃねえよな。参加してる人が言うと説得力ないわね。だろ、まあそうとも言うがなあ。どうだ、無益な争いはやめて、ここは一つ民主的に順番を決めるってのは。民主的ね。だったらさ、顔のいい順番ってのはどう。じゃあ俺が一番だ。いいや、僕だ。わしに決まっとろうが。おなんちゅう自信か揃えだ。めんどくせえから、いっそ殴り合いで決めるか。ああ、それだと僕別件確定じゃん。そして私が一番ね。そうだな、確かに名の楽勝だわ。ああ、違う。俺が言いたいのはそういうことじゃない。じゃんけんで決めようと言ってるんだ。じゃんけん？そうだ、じゃんけんだ。恐ろしく民主的だろうが。これまた大の大人のやることじゃねえな。情けね。いいんじゃない、それで。早く片付けていきましょうよ。よし、決まりだ。じゃあ、行くぞ。せーの、じゃんけんぽん、ワイコでしょ。じゃんけんぽん、ワイコでしょ。失礼するぞ、ティータ。ミハイル、今月もご苦労様。はい、お給料。すまんな。ねえ、ミハイル。なんじゃい。あのさ、機関長としてのお仕事は文句ないんだけどさ、あんまり深酒しちゃダメだよ。もう年なんだから。肝に銘じとくよ、ティータ。んじゃな。やれやれ。船長のお小言がなけりゃハッピーなひとときなんだがね。バルボア、おお、今日は喧嘩しないで順番に入ってくるのね。まあね、今月から紳士協定が結ばれたんだ。紳士協定？まあ何でもいいけど。はい、バルボアの分。おう、サンキュー。おやおや、随分と薄くて軽いこと。文句言わないの、船長の私より広報誌のバルボアの方がずっと多いんだからね。冗談だよ、冗談。それから少し夜遊びは控えるように。そのうち女の子に刺されるわよ。ご忠告心にしみるね。ニコルが真似するから果てにやんないでよね。はいはい、ほれメイタッチ。はい、ディッタ。メイ、ごめんね、今月はいまいち不良でいつもより少ないの。いいのよ、量の回数が少ない分医務室も暇だったから。そう言ってもらえると救われちゃう。海が相手の商売だもの、いい時もあれば悪い時もあるわ。のんびりやりましょう、肩の力抜いてね。うん。
そうもいかないんだけどね。ほらニコル、俺が先だ。なに言ってんだよ、じゃんけんで勝ったの僕じゃないか。せめてお前より先じゃなきゃ我慢なんねえ。なになんだよ。うわあ、もうこいつらと来たら、うるさーい。え、毎月毎月いい加減にしてよね。どっちが先にもらったっていいじゃない。早けりゃ中身が多いってわけじゃないんだから。いや、そう言われちまうと身も蓋もねえけどよ、なぜかやっちゃうんだよな。結構楽しいんだよねこれが。あのね、なことはいいから早くくれよ給料。早期警戒システムが。獲物だわ。一週間ぶりの獲物よ。ニコル、ロジャー、配置について。あー、そんな不良はどうなんだよ、俺たちの。もうな、後にせい。とっとと配置につけ。これは船長命令だ。We'll be right back.
超特大のクモクジラだわ。射程内に入ったぞピーター。この距離を維持して。あやいさ、バルボア捕鯨ワイヤー弾の想定は。もう少し待ってくれ、あと20秒だ。逃げちゃうよクモクジラ。大丈夫、僕のソーダテクニックとチャチャマルを信じろって。こちら機関室ロジャーだ。どうしたのロジャー、何かあった？まあ早く給料くれよピーター。なこと言ってる場合か。よしピーター、装填完了だ。オッケー、照準センサーロック発射。バカまだ早い。なんてこと、手を出すのが早すぎる。え、もっと疲れさせなきゃ、ヤスとの綱引きには勝てんぞ。だってもう4時間以上もつけ回してるんだよ。うわぁ、船が引きずられてる。バルボ、まずいだろ。ダメだ、あれだけ体力が残ってたら効果はない。どうするティータ、雲海艇に引き込まれたらチャチャマルはペシャンコだよ。うわぁ、こっちは殺そう。体当たりする気だ。ニクル、避けろ。努力はするけどね。正面衝突は免れたかけど、ワイヤーを切られちゃったよ。クモクジラが逃げてく。早く追いかけてニコル。ダメだ、今の衝撃でエンジンが止まっちゃったよ。そんな、そんな。お前らしくもないなティータ。どうしたんだ、このところ妙に焦りが出てるぞ。バカ野郎、クモクジラには舐められるわ、船は傷つけられるわ、チャシャマラいつからこんなふぬけた船になっちまったんだ。すまないおやさ、タイミングをどじっちまってな。まったくお前がついてて何やってんだよ。で、タイミングをどじった張本人はどこにいるんだ。そうね、さっきから姿が見えないが、トイレじゃないのか。甲板にいたわよ、お酒を持ってね。酒？そうか、あさっては源さんの茶々丸の先代船長の命日か。命日、そういやそうだったな。少し早いけどお誕生日おめでとう父さん。父さんの好きな30年もののバーボンたっぷり飲んでね。おかしいよね、誕生日が命日だなんてさ、覚えやすくていいよ。もう4年になるんだね。父さんが雲海で行方不明になって、私がチャチャマルの船長を継いでから、あと3日、父さんとの約束の日まで。こんなとこにいたのか、ティータ。え？ああ、ニコル。ああ！酒？ダメじゃないか、ティータ。僕らまだ未成年だぞ。え？あ、これ？僕はそういうティータ嫌いだな。いくら自分のせいで獲物を逃がしたからって、酒で気を紛らわすなんてさ。違うわよ、私は。わかってるって、ティータの気持ちは。船長失格。ドジ船長、アホ船長、自分を責めてんだろ。僕らにだって合わせる顔ないし、けどみんな最初から大して君には期待してないし、全然怒ってないから気にするなよ。そりゃどうもありがとさん。うわっ、なんで僕が。知らない。ミハエルが話があるから食堂に来てくれ。それを早く言ってよね。あらティータ、ちょうどお茶を入れたとこよ、座って。ありがとうメイ。ミハエル、話って何？今バルボアとも話したんだが、今回の仕事な、断ろう。え？
何よ、冗談きついよ。いや、マジだよ、ティータ。10日以内にクモクジラを捕獲せよ。客の要望とはいえ、こいつはちょっときついぜ。でも期限まであと3日あるじゃない、もう少し。まあ聞けって。確かにクモクジラはおとなしい動物だが、バカでかい上にとてつもなく利口だ。生け捕り専門のペットショップハンターにとっちゃ一番厄介な獲物だぜ。確かに殺して取るより生け捕りの方がはるかに難しいのは分かってるけど、さっきもワイヤーが切れたからよかったものの、あのまま雲海艇に引きずり込まれたら雲圧でペッタンクに潰されてるところだ。お前も知ってるだろう、先月も同業者が3隻もクモクジラにやられてるんだ。だからこの仕事はチャチャマルに来たんでしょ。だってチャチャマルは惑星イエッタで一番のペットショップハンター船だから。ああ聞いた、お前はクモクジラとやり合うのは初めてだろう。クモクジラはな、キャリア10年クラスのベテランの獲物だぜ。船長歴4年弱のお前にはまだ早いって。ティータ、無理はいけないわ。焦りは危険を招くだけよ。早く一人前になりたいのはわかるが、俺たちには気兼ねするな。ま、のんびりやるさ。もうみんな考えすぎよ。大丈夫だって、私全然焦ってなんかいないもん。ティータ、取引先に言ってたこと本気なのか。あれね、気にしないで、なんでもないから。さてお風呂でも入ろっかな、汗かいちゃったから。じゃあね。ティータ、おかしなやつだな。ねえミハイル。うん。ティータが取引先に言ってたことって何なの？10日以内にクモクジラを取れなかったら船長を辞めチャチャマルを降りるとな。もう限界かな。未熟な船長のせいでこれ以上クルーを危険な目に遭わせるわけにはいかないよね。けど私がこの船の本当のクルーになるためには、チャチャマルの家族になるためには。ティータ、一緒に入っていい？うん、あ、うん。じゃあ失礼して。あ、いい気持ちいい。おお、ファンタスティック。メイさんのオールヌードまで拝めるなんてラッキーすぎて俺怖いぜ。この湯煙で見えそうで見えないところがまたなかなか風情があってよろしゅうおすな。鼻血が汚ねえな、ニコル。俺これよく見とかないと後で後悔すんぞ。ねえ、やっぱ帰ろよ。ロジャー、覗きなんて絶対やばいよ。見つかりゃしねえって。このジャングルボロには隠れるところはいっぱいあんだからよ。だいたいお前ティータに殴られた仕返ししたいんだろ。でもさ、これってあんまり男らしい仕返しじゃないよ。十分男らしいさ。女風呂覗くなんて男以外にはやらねえだろうか。そういう意味ではそうだけど、なんかさ、ティータとめ深刻な話してるみたいじゃない。聞かない方がいいかなと思って。聞いたわティータ、ミハイルから全部。え？どうして取引先にあんな無茶なこと言ったの？私にはクモクジラはまだ早いってことは分かってる。わがままだってことも分かってる。でもあと一度だけ、一度だけでいいの、やらせて。うまくいかなかったらやめるつもりなの、船長？約束なの、父さんとの約束。4年の間に一人前のクモクジラを狙えるハンターになるって。父さんはこう言ったの。お前はいいハンターになれる素質はあるが、チャチャマルの船長は波の船乗りには任せられない。もしチャチャマルの船長になりたいのなら4年以内にクモクジラを捕まえてみせろ。そしてそれができないときは黙って船を降りろって。その4年間の期限が
あさってなのね。私、一人前の船長になりたいの。ちゃちゃ丸にずっと乗ってたいの。父さんはもういない。だけど自分に嘘ついたままじゃ父さんの船にはいられないよ。ディーター、ディーター、おー、ディーター、バカ野郎、何考えてんだよ。ニコル、こちら。何を、なんでそんなところにいるのよ。え、いやな、だから給料もらいに。給料だったら船長室に来ればいいじゃない。あ、いやね、一刻も早く欲しいもんだから。そんで、そんなことはどうでもいい。ジータ、僕は今猛烈に感動してる。力になるよ君の。僕は君のためならクモクジラの100匹や200匹素手で取ってみせるよ。どんどん出てけよ。君が望むなら今すぐに。ジータ、クモクジラを発見した。前方150、深さ20。さっき取り逃がしたやつだ。メイ、仕方ないわね。一度言い出したら聞かないところはお父さん譲りですもの。じゃあ、ただしわがままは一回だけよ。ありがとうメイ。どうするピーター。急速先行、クモクジラを追跡して。アイアイサー。ラストチャンス、このクモクジラとの戦いが私にとってのラストチャンスよ。Thank you.
済んだニコル。ピーターは動物の目を見て会話ができる数少ない人間だ。しばらく待て。苦しんでるみたいだ、クモクジラのやつ。そっか、ここらは3つの雲の流れがぶつかり合ってて、あのクモクジラ逃げ場を失ってるんだ。何ということは、近づけば僕たちまで出られなくなるぞ。そう、誘い込まれたのか。違う、私たちが追い込んじゃったのよ。このままじゃクモクジラは雲流に巻き込まれて押し潰されちゃう。どうする、ディータ。キチかバチか。よし、これしかない。バルボア、15秒後に捕鯨ワイヤー弾をポイント0279に5秒間隔で3発、その後低圧パルスネットをゲージ5でポイント332に打ち出して。そんな座標に。そうか、いいんだな、ディータ。うん、分かった。ワイヤー弾発射。ニコル、クモクジラを捕まえ次第フルバーニアで逆進して。分かってる。ミハイル、ロジャー、エンジンの方は頼むわよ。ワイヤーついた。任せとけ。パルスネット発射。ネットの中に入って出ないと助けてあげられない。クモクジラを撃つから引っ張り出して。早いぞ、しっかり捕まってろよ。頑張って、ジャジャマル。お、やった、抜けた、抜けたぞ、雲流から。やった、やった、やったわ、ついにクモクジラを取った。やっほー、4年
年ぶりの大漁だぜ。ああ、やったな、ティーター。おめでとう、ティーター。おめでとう。よくやったな、ティータ。いい舵取りだったよ。ありがとう、ミハエル。これでもう迷いなく、チャチャマルの船長でいられるわね、ティータ。うん。まだまだ半人前だから、迷惑かけるかもしれないけど、みんな、これからもよろしくね。まあ、どっかの国みたいに、上に立つやつがドジな方が、下は好き勝手できていいがな。あー、バルボあったらひどい。ご歓談中誠に恐れ入りますが。あ、何よロジャー。何よはないだろ。何よはめでたくクモクジラも捕まえたことだし、いい加減に俺とニコルの給料払ってもらいてえな。あ、いっけね、すっかり忘れてた。すっかり忘れてたって、そりゃないよティータ。ごめんごめん、2人とも後で船長室に来てね。クモクジラも取れたし、たっぷりボーナスつけてあげる。ボーナス？やり！どうぞ。いやいやいや、どうもティータ船長。給料もらいに来たよ。釣りとボーナスもね。わかってるわよ。はい、これ。サンキュー。やっ手に入ったぜ。さて中にはと。ひ、なんだこりゃ。空っぽじゃないか。ティータ、どういうことだよこりゃ。乙女の柔肌覗いて、ただで済むと思ってんの。やっぱりあの、覚えてた。見たでしょ、ニコル。ボーズズ見たでしょ。ほんのちょっぴ、ああ、いやいや、ちょっと待って。じゃあ特別ボーナスたっぷりあげなきゃね。レイ、遠慮しないでいいわよ。そのつもりよ。レイ、さあ二人とも乾杯行きましょう。今夜は少し蒸すみたいだから、夕涼みでもしましょうよ。じっくりとね。助けて！いやWe'll be right back.
ールの特報だよ。私ってばなんて幸薄い女の子なの。何よこの子いきなし。父と死に別れ、悪党どもに追いまくられ、その上こんなにこんなに美少女なのに。あなた誰？え？見かけない顔だわね。プラスティックリトルのレギュラーキャラじゃないようだけど。もうやだ、ティータったら。私は私、イリーズ。イリーズ？ほら、OAV のスペシャルゲストの。忘れちゃったの？ああ、そういえばシナリオにそんな名前の子が出てたような。ああ、思い出した思い出した。あのイリーズね。はあはあ、そっかそっか。何それ。失礼しちゃうわね、まったく。雑誌にもキャラクター設定表出てたでしょ。ごめんイリーズ、昨日ミョウガ食べすぎてつい物忘れ。ミョウガ？物忘れじゃ済まさないわよ。私はね、 OAV プラスチックリトルのキーパーソンなのよ。この世に二人といない超不幸な美少女なのよ。あ、そういえばそうだったような気も。だいたい私がいなきゃ OAV のドラマは成立しないんですからね。ちょっと待ってよ、それは言い過ぎじゃない？へえ、そっかな。私のこと OAV の影の主人公って呼ぶ人もいるけど。誰よそんなこと言う人は。私あのね、なんかあなたシナリオとはちょっと性格違うみたいなんだけど。確かもっとシリアスなキャラだったような気が。気にしない気にしない。 CD の方が発売先なんだから、やったもん勝ちよ。おーい、そういうこと言うな。危険だわ危険だわ。この子ってば結構可愛いし、胸は大きいし、スカートなんかも履いてるし、下手したら本当に主役の座を奪われちゃうかも。実際スタッフの間ではあなたより人気が上なのよ。うそ。逆巻く波動、うごめく謎、渦巻く陰謀、広大な雲海に血の夕日が沈むとき、チャチャマルとイリーズに最大最悪のピンチが訪れる。果たしてその運命やいかに。というわけで OAV プラスチックリトル、お楽しみにね。こら、勝手に仕切るな。以上特報でした。勝手に終わらすなっての。危険よ危険よ危険よ、絶対危険よこの子。